はいどうもエクストレームです。さあ本日はですね、前回のファイルがちょっと多かったんで、後半といたしまして、前回の続きをやっていきたいと思います。で今回はですね、まず SR 人間の SR、 女の子男の子タックの SR から見ていきたいと思います。次は結構いいページになります。エリカのおもてなしで2種類デザインがあって、こっちが先に出たのかな、確か。そうですね、こっちが SM9 で、こっちが SM12A ということで、まあ、値段的にもどうだろうな、こっちの方が高いのかな、まあ、ちょっとわかんないですけど。でアンズがあって霞のお願い、まあで、これは今後も期待の観光客。まあ、やっぱね、今の時代も可愛いがね、正義っていうところがあるんで、そこで値段がどんどん上がっていきますよね。下行って、地球探検隊か。で、ここもね、ブルーの探索2種類。これもね、絶対可愛いが正義なんでね、値段は結構すると思います。で、次。懐かしのシロナさん、まあ、これはレアバージョン SR、 これが2種類ですね。これがウルトラシャイニーかなんかで再録された時の SR かな。でこれが元からある SR で、下行って、リーリエのレアで、リーリエの全力、シロナの一般的な方のレアだね。一番流通してるデザインのシロナのレア溶接庫で、これね、溶接庫、あ、ここのページじゃないな、後で出るんですけど、これ女の子でね、うわ、溶接庫ってノーマルのカードはね、このヘルメットをね、これ下ろしてるんですよ。で、これ SR が出て、うわ、女の子だったんだーみたいな、衝撃の事実みたいな感じで、一時期話題になったっすね。で、ルチア、これも値段は多分落ちないですね。今も結構高いはず、今後も上がってくるでしょう。で、祭りか。で、こっちはね、何個か前の動画見てたらわかるんですけど、単品買いしました。まあ、これもデザイン重視で買ったやつです。で、アカネがあって、で、これもね、なんか意外とハートとかがあって高いのかなって思ったら、残念な結果でしたね。ラジュールね、ルスワール、ランニュイ。で、下行って、ルザミーネ、ミカン、キトーシ。ルザミーネが高かったような気がする。オリーブ、ルリナ、ポプラ。ここはもう新しい段のやつらですね。とりあえずここは女の子でまとめてるっていう感じです。で、アセロラ、お嬢様、メイ。メイがちょっと値段があるかな。これは女なのか男なのかわかんない。おかっぱだったから女の方にしたけど。まあ、うかつ、プーロ、ポケモンごっこ。まあ、この2枚も今後上がるのかな。結構枚数が出てるから上がらないかわかんないけど。オニオンと。で、こんな感じで女の子ゾーンおしまいで、ここが、まあなんかタックじゃないけど2人いるようなやつ。エーテル財団職員、武蔵と小次郎、エール団の下っ端。この2枚が今結構値段が上がってきてる。で、特に今後来年出るね、一撃マスターっていうやつで、このグズマハラが一気に値段が上がると予想されてます。今でもね、1000円2000円ぐらいあるんかな。まあさらに上がる予想っすね。で、魔王水蓮、霞、カンナ。で、次は男ゾーン、ヤーコン、吉田警部補。吉田警部補の値段が上がってもらわんと。この人は誰だったっけ、名前。この人のメンツがね、まあいいや。で、大木戸博士のセッティング。で、一世を風靡したグズマ。で、デンジがあって、ヤローにダンテ。で、ローズ。このローズも、その次の一撃マスターで値段が上がるんじゃないかと言われてるカードです。で、取り扱い、
ネズ、マレイ、タケシのガッツ、松葉、ザオボウ、クチナシ、マキシ、ボングリ職人と。で、男ゾーン。まだ、あ、なんか裏のやつ映ってた。上だけじゃ紹介だな。ジャッジマン、山男、ギーマと。これでおしまいか。はい、おしまい。次は、1枚だけあるな。多分、スペシャルアート、エチガイだね。これ、エチガイはやっぱね、今後、絶対上がると思います。下がることはね、まずないと思うな、エチガイは。仮に、レギ落ちしたとしても、上がっていくような気がする。で、まず、アーゴヨン、アクジギング。アローラナッシ。これが今、強いからっていうのもあって、値段が結構上がってるはず。で、コイキングホイル王に、マンシャドウ怪力。で、不思議花、スタージャ、セレビー&不思議花。これ、絵がいいですね。で、カメックスポッチャマ、ベトベトンとアローラベトベトン。で、ルカリオメルメタルに、メガヤミラミとバンギラス。で、ここ。これやばいね。こいつとこいつのデザイン、最高。ラティアス&ラティオス。で、これが、山頂。ファイヤー、サンダー、フリーザ。で、サーナイトニーフィア。デラかわいいね、これ。で、次。トゲピー&ピー&ププリン。で、デデンネ。デデンネも高いですね、相変わらず。で、メガミミロップにプリン。で、コーガンドゾロアーク。エイティー&ディオキシス。ガブリアス&ギラティナと。まあ、スペシャルアートはね、マジでかっこいいっすね、こいつら。そんな感じで。UR。これはね、モンスターで UR 出たのが、ウルトラシャイニーが初めてなのかな。EX 時代とかを除いて。まあ、だからね、これ、めっちゃ集めたっすね。カプレヒレに、カッコペコ、カプブルル。で、なんといっても、必ずデッキに1枚は入ったカプテテテね。今や価値は落ちてるのかな。で、これさっきのスペシャルアートやったファイヤーサンダーフリーザ、ルカリオメルメタル、ルナーラにソルガレオにウルトラネクロズマと。ここは今のやつか。ガラルタチフサグマにガラルニャイキングと。で、ここね、ここ2つはねバリバリ値段あるですね。ザマゼンタ V にザシアンブレ。特にザシアンが結構な値段するはず。で、アメージングゾーン。まあ、ここは今回の診断、シャイニー SRV で出るんで値段はそんなつかないはず。ザマゼンタのアメージングにジナーチ。これはね、オリパで当てました。この3000円ぐらいするのかなっていうところです。と、そんなことで第2のファイルの後半終わりました。まあね、初めの方にあった SR の人間たち、もう女の子と男の子じゃ、えらい金額の差っていうのがわかると思います。まあそれではね、次回はプロモカードがメインのファイルになると思いますんで、お楽しみにしていてください。それではご視聴ありがとうございました。